皆さん、こんにちは。ワナリウルですね。では、今回は、デートコンテンツの学習と防音大規模機械戦。なんとか今回ね、クリアを目指していきたいと思います。では、早速始めていきましょう。導入する艦隊もね、相変わらず変えないのかと。まあ、そういう話になるんですけども、ちょっと今回はね、同じ参戦でいきたいと思います。まず、第一艦隊から、戦艦ヤマト。以下、軽巡ヤハギに、駆逐艦8隻。第3艦隊は従順の艦隊です。第4艦隊は戦艦春名、航空戦艦2隻、ヒューガと伊勢です。で、正規空母、天城と葛城という、この3個艦隊を投入しています。で、投入する、場所なんですけども、これもね、変わらずです。第1艦隊はマップ中央から。で、第3、第4艦隊をマップの左側に並べます。で、便宜上ですね、呼び方は第1、第3、第4ではなくて、第1、第2、第3と、若番順に読んでいきます。で、夜明けとともに出撃して夕暮れに敵基地に夜襲、敵基地に夜襲をかけるという前回と同じ作戦です。で、ここまでね、ちょっと雨に恵まれないとか、まあ、いろいろ悪条件はあったんですけども、いずれにしてもヤマトが撃沈されると、このマップは終了してしまうと。いうのはもう間違いがないので、ヤマトはもうとにかく温存。ヤマトの温存はもう絶対ですね。で、あとは空母も温存します。で、最悪空母はおとりになってもらう。敵の攻撃1回は、この空母でね、おとりになればしのげるんで、おとり空母になってもらう可能性がありますね。できればね、空母は攻撃に使っていきたいとは思っています。で、その他は現状維持。とりあえず、夜になるまで、夕暮れ時になるまで、当該海域で待機です。では、時間を進めます。それは全くちょっと違う話しますけど、久しぶりにね、日本で映画を見てきたんですけど、まあ、高いですね。バンコクで映画を見ると、2、300バーツだったかなと思うんですけど、日本だとね、普通に1800円でしたね。これはね、結構高いよなぁと思っちゃうんだけど。一応、偵察機を飛ばします。で、今回、何見ようかなと思って、一応いろいろ考えたんですけど、まあ、一つはね、話題の穴行き。穴行き2ですね。ただこれ一人で見に行くのどうなんだろうと。公開して間もないので、まあ、言っても、親子連れがね、ひめいていると思うので、まあ、どんなもんかなというのが一つと、もう一つね、おっと、敵関係もね、ちょっと切り出します。敵関がここか。ちょっとまだ早いよな。ここで待機しましょう。敵関発見とはいえ。で、もう一つは、決算中心蔵。で、中心蔵だったら見たいなと思ったんですけど、どうも、岡村さんが出てるコメディーだということなんで、ちょっとこれも見送りました。おっと、ちょっと待ってね。これ、どうだ？届くかな？ギリギリ届くぞ。届くんだったら、敵の空母に一撃を与えたい。決算中心蔵はコメディだっていう風になってたんで、ちょっとこれも魅力的、結局ジョーカーを見てきました。バトマンビギンズからダークナイト、こう、まあ、ゲームでもね、アーカムナイトとか結構好きで、バトマンシリーズは、おっと、ここで雨か。どうする？この雨生かすか生かさないか。いや、生かそう。この雨は生かすべきだ。乾杯を、突入させる。この雨がしばらく降ってくれることを祈って、乾杯を突入だ。一応、その、ジョーカーはね、まあ、ずっと気にはなってたんですけど、まあ、一人で日本で映画を見に行く機会もあんまりないんで、まあ、奥さんということが多いんですけど、
結論から言って奥さんと行かなくてよかったなって感じでしたね。あの、奥さんはまあ、薬学部出身っていうのもあるし、まあそもそもなんかお嬢さん育ちみたいなんで、ジョーカーみたいな過激なね、ちょっとセクシャルな表現とかがあるのは多分苦手、多分てか確実に苦手なんで、まあ、結果的に一人で見に行って正解だったかなとは思うんですけど、まあ、映画もね、日本で見るよりタイで見た方がいいな。お金が全然違いますからね、かかる。費用が。雨を降りやまないでくれよ。雨が降りやむと一気に厳しくなるからね。のんびり進んでたけど、ここで高速に移動を変えましょう。で、ヤマトを、どこに配置するかというと、ヤマトは、マップの一番左下に配置します。今どこかな。さあ、これで行きます。これ時間帯。もうスピードを上げていきます。私はね、ゲームの、バットマンの動画で実況してたかな、ちょっと記憶にないけど、アクションなんですけど、やってたりはしたんですけどね、もう最近は、アクションゲームはもうめっきり、やらなくなってしまったんで。さあ、敵発見、しかも雨が降っている。ここは魚雷攻撃でぶちかましに行きましょう。さあ、敵の空母を捕捉したね。まずは、この、雨が降ってるうちに敵の空母を一隻でもいいので沈めたい。早いなぁ。駆逐艦の沈没が早いぞ。団子になってる、ここに、ぶちかましたい。一旦時間止めまーす。で、10、12艦隊含め、他の艦隊はどうなっている？両手のうちに、突入だ。あとは空母も、いつでも、夜明けとともに、航空攻撃が仕掛けられるように、島に近づいておきます。これは、あるぞ。ジャイアントキリング。敵の戦艦撃沈してます。さあ、こっから魚雷攻撃を仕掛けていきます。ここで敵の一個艦隊を潰せればだいぶ変わってくるよね。よし、ここはね、なんとしてもだ。敵艦
先輩に突入。ガムが粘ってる間に了解あっ、今飛行場発見してる。ここで敵の飛行場を痛んで、ダメージ与えられるか。で、敵の空母部隊は完全に引きつけてるからね、マップのこっち側に。落とした死を覚悟した戦いだな。雨が止んだけど、まだ夜は始まったばっかりだからね。この間に。爆撃機がこっちに向かってきてるなぁ。第1艦隊は壊滅した。ここからですが、第2艦隊も画面の下の方に移動しましょう。徐々にね。空母が大破？空母が発見されたんだな。な、空母沈没。ここで雨降ってくれるといいんだけどね。
そうはいかないか。さあ、これで4件になる。ちょっと待ってね。空母が、そのサイズが出せなくなってる。よし。一つ目の飛行場をこれで潰せるね。なんでね、もう一個の飛行場だ。ここに、全艦隊戦力を。叩きつけよう。雨降ってほしいなぁ。これ雨が降ってくれれば、勝利は確実なんだけどね。ヤマトはまだ発見されてないので、このままここで隠れましょう。じゃあここで満を持してヤマト突入の準備に入りましょうか。いやまだ早いな。クーブは撤退だ。なんとか、撤退してくれ。じゃあ、いよいよヤマトを突入させていきましょう。こっからもヤマトの火力に頼るしかない。よし、敵の飛行場1個。最後の空母から出た攻撃機が返してくれた。見ているよ。あ、雨よ、来い。あとは、雨だもんだけど。ヤマトは、ヤマトがここまで来てる。行ってくれヤマト、こらえろ、こらえろヤマト、こらえろ。こらえた。いや、戦艦沈没してますね、これ。
ぶっきりのタイミング。戦艦ヤマト沈没せりと出てるけど、海軍勝利。これ、ヤマト残ったのかな？で、敗北。マジか。マジか。ちょっと言葉が出てこないですね。完璧な作戦だったんだけどな。あと一撃が足りなかったんですね。あそこで10時の一隻を北側の航空基地に向けたのが間違いだったな。あそこでね、南側の基地攻撃に10時の一隻を残しておけば多分勝てましたね。北側の航空基地は、軽空母から出た攻撃機が最後とどめさせたんで、あれでね、残れたのかなと思うと悔やまれるなぁ。はい。なかなかちょっと声が出ませんけども、まあ、一筋の光は見えなのかなという展開でしたね。連合軍の勝利ってなってたもんね、確かにね。はい。ちょっとまたね、次回。次はちょっと戦術を変えざるを得ないのかな。もう一回雨降ってくれればね、確実だったかなと思うんで、ね、ちょっと残念ですけど、もう一回これでリベンジするか、戦術を大きく変えるか、ちょっとね、皆様の意見。お伺いしたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。